はい、皆さんこんにちは、そしてこんばんは。 YouTube 書道大学の中本博士です。今回はすずりの研ぎ方の紹介をしましょう。そしてすずりを研いで、すずりをよみがえらせましょう。すずりの表面には墨を吸うためのヤスリのような方棒がありますが、墨を擦り重ねることにより徐々に方棒が磨滅したり、剣面が傷つき墨が折りにくくなることがあります。この方棒を立てるために専用砥石をかけて再び墨が折りやすい状態にしましょう。ここにご覧いただいているような銅砥石、柔らかい砥石を使います。この砥石はすずりの方棒を立てるに適した砥石で、柔らかくすずりの面の柔らかいところをえぐっていって上手な凹凸を作ってくれます。ご覧ください。すずりの面を拡大しますとこんなに傷がついてるんですね。これは墨をするときにきっと墨の三河とか香料の塊で傷つけてる面もあると思います。傷だけでなくてすずりには細かい方棒、ノコギリのような凸凹がございます。その落ちのところに墨かすが溜まって墨が滑って折れなくなってます。このすずりは今拡大して見るためにちょっとすずりの面を泥砥石で軽く研いで綺麗にした状態で皆さんに紹介しております。でもまだ研ぎ方が弱いために非常に傷が残ってますね。ではこれから泥を研いして研いでみましょう。こんな感じにして研いでいきます。軽くこう円を描くような気持ちで研ぐといいですね。方棒とはすずりの表面にある目には見えないほどの大きさの凹凸のことです。墨をする際にヤスリの役割を果たし墨を下ろしていきます。泥砥石のきめ細かい粒子がこの螺紋剣の表面の方棒、柔らかいところに食い込んで柔らかいところをすり落としていきます。ですからうまく螺紋剣に方棒が立ってくるわけですね。それではこれで洗ってみましょう。事前についてた傷などもきっと取れて美しい剣面、すずりの面ができていると思います。ではちょっと洗ってきます。はい、こんな感じでちょっとこう角度見てください。すずりのこの傷も分かんなくなってますね。光線の具合などを見てください。こんな感じですね。この辺見ますとまだこう、この辺りまだ縦の傷がちょっと見えますね。これもう少し研いでみましょうか。この角のところもう少し研いでみます。これ見てください。もう縦に入ってる
もう縦に入ってる筋がわかんないような感じですね。こんなに綺麗な、結構綺麗になってますね。でもう縦に墨で吸った縦に傷ついた線は完璧に消えてますね。骨が元々の傷ですね。はい、こんな感じになってます。綺麗、ラモン剣のですね、この横方向のラモンの門がほのかにわかりますね。ちょっと角度によって肉眼ではわかるんですけども、わかりますかね。門があります。以上、これで硯が購入時より墨が擦れそうですね。綺麗になりました。皆さんもたまには研いでみてください。墨が吸い付くように研げます。以上、このように美しい剣面が出来上がりました。皆様ご視聴ありがとうございました。参考になりましたら、いいね、チャンネル登録、またコメントなどいただきますと大変嬉しく励みになります。では次の動画でまたお会いしましょう。中本白秋でした。